まず第一に、まあ、ジュニアから、まあ、プロになって、まずその自分のこう切り札っていうのが欲しかったんです。でその頃は、まあ、川口湖で、まあ、小さいバス、まあ、キーパー取るのにもラバージグがすごく良かったんです。まあ、ラバージグでもでっかいジグでも小さいジグでも、あの小さいのからでかいのまで取れると。でもワームだったら、まあ、小さいのしか取れないででかいのが取れないと。だから、まあ、ラバージグ。ジグヘッドを作る、まあ、道具ですけども、まず鉛を溶かすこの機械ですね、ま、名前っていうのがあったかな、もうプロメイト、要は鉛を溶かす機械、それとその鉛を形にするこのモールド型ですね。でさらにそれを取り出すためのペンチ、熱いんで手では取り出せないのでこのペンチを使います。コブラヘッドの型はこのようにガードをセットする穴を塞ぎ、ガードは後で取り付ける。型にフックをセットし、これに溶かした鉛を流す。この時の注意点として、溶かした鉛に含まれる不純物を必ず取り除く。鉛が固まったらジグヘッドをペンチで取り出す。これで完成です。この後マリを切り取り形を整える。先ほど出来上がった生のヘッドです。でこの状態ではまだこうバリがいろいろついててコーティングはできません。でこのバリを取るのに、まずニッパーとヤスリ、このニッパーが普通のニッパーとは違いまして、プラスチック用の先が細いものを使います。先の細いものを使わないと、またさらにこの切ったバリっていうのがたくさん出てしまって、ヤスリをかけるのが大変になってしまいます。このバリをきちんとやっぱり一緒に取ります。これはガードのバリですね。同じようにこの段差をヤスリで取ります。先ほどバリを取ってヤスリをかけたヘッドをコーティングします。ハンダジグのベースとなる色は黒と茶色、塗料はプラモデルなどに使うラッカー系のものを使う。これにジグヘッドをドブ付けし色をつける。つけた後藍を下にし塗料を垂らす。そしてフックをバルサ材に刺し乾燥させる。まず色をのせたヘッド、これを、まあ、1日乾かします。その次に、ラメですね、僕の場合コブラヘッドの、ラメにはこれ貝の粉です。
貝の粉をつけてます。でフットボールタイプのものにはまあ普通のラメですね、これはオンマ01の大きさのラメ、まあ、さらにあのお好みで、まあ、赤だとか、まあ、紫、さらにこれもブレンドするとか、まあ、いろんなパターンのラメができます。そしたらまず一つやってみます。でつけるコーティング剤、これはセルロースセメント、これにまず一回ドブ付けして、指でパラパラっとかけます。でこの状態で、約半日乾かしたら、またこのセルロースにドブ付けして乾かすという工程を、6回繰り返します。ラメは口で吹きつける。風の力、本来は扇風機を使って飛ばしてるんですが、まあ、こんな感じに。コーティングが終わったヘッドに次は穴を開けます。ガード付きのガードの穴ですね。まず愛に溜めたこの塗料、これを取ります。ドレルの刃と、穴の大きさ、ガードよりもちょっと大きめの、穴を開けてます。コーティングが終わった、チップヘッド、まあ、バリを取っていよいよ巻きに入るんですが、タイミングですね。まず道具としてバイス、まあ、これは、針が固定されれば何でも結構です。一番、まあ、使いやすいのは、まあ、フライ用のバイスなんですが、万力ですとこう向きが変えられないので、ちょっと向き、まあ、それとあと、ラバーを、まあ、仮止めする糸と、ボビンホルダー、ホルダーつうのかな、僕の使ってるこの糸は最終的にこのステンレスワイヤーで、強く一点をギュッと締めちゃうんで、普通の、まあ、ミシン糸、普通の糸です。で、まあ、さらにラバーですね、ステンレスワイヤー、それを締めるこのツイスター、それを切る、まあ、ニッパー、最初に出てきましたニッパーとはまた別の、硬いものを切るような刃の厚さが厚いやつ、それとハサミと、ラバーをバラす用のまた別のハサミ、これだけの道具を使います。
まずバイスにジグヘッドを固定し糸を下巻きする。下巻きの後ラバーを巻く。今回ラバーのカラーはブラック、パープル。ラバーの量はヘッドの大きさや色を濃くしたりするときなど状況により変える。ボールヘッドにこの元にきっちり巻くためにはまず最初にこの切れ目を入れることですね。長くなる方に切れ目を入れる。これをこのようになりまして、長くなる方が外側になりますね。ですから上に来るように挟んで一周この時点で、まあ、片方どっちでもいいんですけども、引っ張ると2つに分かれます。玉の方が2つに分かれます。分かれたら、きっちりと元の方に巻きます。これ2つに割らないと元に巻けない。さらに、たるみが出てちゃんと一周回らない。こういう状況になります。さらにその上に巻くものも先に切れ目を入れる。長くなる方を上にして巻く。一周巻いた時点で片方を引っ張って切ってあげる。ラバーを巻いた後、ステンレスワイヤーを巻き、ワイヤーツイスターで締める。ステンレスワイヤーはワイヤーツイスターを使わず、ペンチで締めることもできる。普通の方はこういうものを持っていられないと思うんです。そこで、ペンチを使った、締め付けですね。でペンチでもこの先の曲がった細身のペンチ、これを使ってください。これを使わないと非常に締めにくいです。ワイヤーをこうクロスさせる、クロスさせたところの部分、これを先曲がりの先で掴みます。掴んだら、ヘッドを持って上に引きながら回転させます。回すのではなくて引きながら回す。引いてる分こっちの、左手でヘッドを固定します。固定しながら引いてひねると、これがツイスターのやってる動きと同じ動き。ステンレスワイヤーを締めたら余ったワイヤーと下巻きの糸をカットする。カットした後、ゼリー状の瞬間接着剤でガードを取り付ける。この時、液状の瞬間接着剤を使用すると、毛細管現象により
ガードが接着剤を吸収し、ガードが硬くなってしまう。このためゼリー状のものを使用する。この部分ですね、曲がったちょうどこの、ここに当てて切りますと、ちょうど2ミリから3ミリ。最後の工程、ラバーをばらし、ラバーを整える。フッキング性能に優れたショートシャンクでワイドゲーブのハンダジグの完成である。杭やマンメイドストラクチャーを攻めるとき、バスのいる水深を見つけることと、縦の動きに反応がいいのか、横の動きに反応がいいのかを判断することが第一歩である。この時のラバージグは根がかる障害物が少ないため、フットボールタイプを使う。トレーラーはシングルテール。理由はテールの抵抗が少ない分、早くフォールするため杭をより多く打つことができる。まず縦の動きはフォーリング。バスの反応があるまではストラクチャーに沿ってラバージグを落としていく。ここは水深、2メーター60センチ。まあちょっと深めですね。深めに来て、まずフットボール2分の1のシングルテールで、落とすだけの、杭に沿って落とすだけ。まず、ボトムについたのを確認したら、まあ大体ワンアクションですね。この釣りで食ってるのはほとんどこう落ちてる途中でもう食っちゃってるんで、ついたっていうのがまあラインが止まった時のことなんですが、まあ、魚が食ってもラインが止まる場合があります。ですから止まった時にまあ合わせ半分、アクション半分のような感じで、ロッドこうちょんとシャクルっていう感じですね。でその時に、まあ、魚だったら即巻きながら合わせると。ストラクチャーを打つ順番は、仮にバスが水深2メートルの杭についていれば他の杭でも同じ水深にいる可能性が高い。このため浅い方から打った方が見つけやすい。そしてホーリングでバスのいる水深を見つけたら、次は横の動き。同じ水深の杭、半径2メートルぐらいをボトムバンピングで攻め、縦、横、どちらの動きにバスの反応がいいか確かめる。ラバージグはフットボールタイプ。ウェイトは3メートルより浅い場合は8分の3オンス。3メートルより深ければ2分の1オンスを使う。トレーラーはシングル、ダブルテールを使い分ける。ロッドのポジションなんですが、フッキングを第一に考えながらアクションをつける。例えば、まあ、ポイントにキャストして
ボトムにつくのを確認する。でこの時点であまりにもこう高い位置でアクションをつけてると、まあ、確かにつけやすいんですけども、この場合ここで当たりがあった時にこの先にこう行くのロッドを煽るのにあまりにも力がかからなすぎる。それなんでその自分が一番フッキングしやすいポジション、そして常に力、このバットのパワーがルアーまで行くポジション、これを確認しながら、まあ、僕の場合この位置なんですけども、この位置でアクションをつける。で当たりがあった場合にここから巻きながら合わせる。もっと低いロッドポジションだったら、そのバットのパワーを生かせる範囲が広いんですけども、この位置でアクションさせてたんでは、ルアーがあまりにもこう飛ばないというのか、実際はもうずるずるずるっとこうルアーが来ちゃってます。それなんで、まあ、この水深、まあ、ここは 1.5 メーターなんですが、この水深の場合は、まあ、ちょうど10時ぐらいの位置かな、この位置でアクションを加えます。クイやマンメイドストラクチャーを攻めるときのタックルはラバージグの操作性が良く、フッキングしストラクチャーから一気に魚を引き離すだけのバットパワーのあるものを選ぶ。そしてロッドの長さは少しでも多くのクイを打てるように取り回しの良い長さを選ぶ。真珠棚の後を攻めるハンダプロ、このようにストラクチャーが集中しているエリアを攻めるとき、このエリアの中でも条件が一番いいストラクチャーを攻める。そこでバスの反応がなければこのエリアを見切るのだ。ここでハンダプロは紐が垂れている杭を狙った。この杭は護岸の終わるところに立っている。そしてこのエリアは水路で風の影響がなく水温も上がりやすい。同じ単杭でも少しでも条件がいいポイントに立っている杭を狙うのがベストである。ドック内の、まあ、攻め方ですね、まあ、私の場合こう細かく縦のものに対して、垂直に落として、その縦のものの元ですね元の部分でちょっとこう 2,3 回アクションを加えて食わなかったらまた次の縦のもの、細かくこう打っていきます。まあ、一つの杭でも左側やったら右側やってみたり、とにかく一つ一つ細かくで元の部分を探ると。これいい季節の場合ですと、魚が、まあ、サスペンドしてる場合が多いんで、もっと軽いジグで、まあ、4分の1以下ですね、8分の1とかで、ゆっくり落として探る場合もあります。このようなちょっとした地形の変化も見逃してはいけない。強風のためエレキで操船しての釣りが難しい。
ハンダプロは風にボートを流しながら杭を打つ。ラバージグがボトムについたら3回アクション、そして次の杭を打つ。アクションを加えたラバージグが再びボトムについた瞬間にヒット。ブレイクを狙う時の基本は、ブレイクの角度やブレイクがどのような地形になっているかを知ることだ。ブレイクを知ることで狙う場所とラバージグのウェイトが決まる。またストラクチャーなど何もないブレイクであれば、より急なブレイクの方がバスはつきやすい。ブレイクを上から下、ダウンヒルで攻める場合、常にボトムを感じ、ブレイクからラバージグが離れないように注意する。ブレイクまで来たら、こう今落ちてますね。で着きました。今ラインを出した分だけ この辺からちょうど食ってた感じです。ここまで。タックル、アクションは基本的にボトムバンピングと同じだが、ボトムが取れなければロッドを送り込んだり、リールをフリーにしラインを送り込む必要がある。トンと今つきました。まあここの場合、まあ1メートルから5メートルに落ちるブレイクですが、これがもっと深い10メーターだとか、もっと深い15メーター、そんな場合はもっともっとラインは出てきます。でその途中でだいたい当たりっていうのが出るんで、ラインの出方を注意しながら、もし変な動きがあったらすぐクラッチを戻して合わせに入ると。そのためにこのやっぱり左巻き非常に役に立ってます。手返しもいいというのもいいんですが、同時にすぐにクラッチが入れられる、で合わせに入る。ブレイクをアップヒルで攻める場合、アクションはズル引きとなる。ズル引きによりボトムをタイトに攻めることができる分、根掛かりも多くなる。しかしこの根掛かりがポイントとなる。ボトムにつきます。つきました。ブレイクをズル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 と上げてくるよ。この時に、岩、まあ、この場所は岩絡みなんですが、そこをうまくクリアしてくる時に、今こう言いますね、ズルブルンと。この時のこのジグの動き、これがあのバイトを誘う動きです。ラバージグが障害物をクリアする時、自然に不規則なアクションが生まれる。これが食わせのアクションになる。ロッドポジションは水深があったり風があるときなどには横にし、根掛かりが多く横で引きづらい場合はロッドを立てアクションさせる。ラバージグの釣りではまずボトムを取れるようにならなければいけない。ボトムを取る技術がなければラバージグをスイミングさせてもどの層でスイミングしているかわからない。ボトムを取るということはラバージグの基本である。
ズル引きではボトムを感じ、障害物をクリアさせやすいティップアクションのロッドが使いやすい。ラバージグのタイプはまずフットボールタイプを選択するが、根がかりがひどい場合は少しウエイトを軽くしたりコブラヘッドに変える。足際を攻めるハンダプロ。しかし足際にバスはいないため、足の前にある3メートルのブレイクに狙いを変える。ハンダプロはブレイクの斜面に対し斜めにラバージグを通す。これにより効率よくブレイクを探ることができる。ブレイクを攻めるテクニックの一つだ。ストラクチャーと絡んだブレイクを攻める。この橋桁の場合、まあ、今冬なんでちょっと水深のある場所を狙ってるんですけども、はっきりした地形なんですね。こっちからこの橋桁からこっち側行くともうすぐに 1.5 メーターぐらいになっちゃいます。それでこの橋桁でちょうどブレイクしていて、5、6本向こう行くともうまたすぐに浅くなっちゃいます。それなんで、まあこの深いとこだけを重点的にやってるわけです。まあ夏なんかの場合ですと、まあ、水通しも良くて水深があると、でさらに水深のあるところから、まあ、魚が出てるわけなんで、まあ一年中いいポイントですね、この橋、ここの橋は。ブレイクをダウンヒルで攻める。しかしバスの反応はない。先ほどまでのガード付きの4分の1から、がダメだったので、スローの動きから今度速い動きですね。ジグの動くスピードを上げるのに、ウェイトを上げて8分の3オンスの、フットボール、同じウェイトだったら、フットボールの方がアーキー型よりも水中の中で早く動きます。これが、まあ、ラバージグの特徴ですね。釣れない時にはスピードを変え場所を変えいろいろするんですが、まあ、この寒い時期の場合、まあ、あまり動かずに、まあ、一箇所で、まあ、ルアーのスピードを変えて、それがダメだったら、ポイントを変えるというローテーションでやります。ラバージグを交換し、スローからスピーディーなアクションに変えた1投目にヒットした。お、でかいでかいでかい。では、もう粘った甲斐があった。冷た。ああ、綺麗な魚ですね。
冷たい冷たい中ね、はい、これだね、バイバイ、はい、うわ冷た朝からずっと粘ってやってたんですけども、まあ魚がいたということですね。まあ最初にガード付きの、アーキータイプのジグでゆっくりこうそこをズルズルスローな釣りをしてたんですが、まあそれに反応がなくて、フットボールのこう縦の速いトントンとした動きですね、まあ、これに反応したわけですが、まあはっきりあれですね、もうタイミングだと思うんですよ。まあ深いとこからちょうどこの橋桁にこう駆け上がりになってます。その駆け上がりをこうトントントンとこう落としてきたわけですね。まあこうでトントンとこうブレークを落としてみた。で当たりの方もこうかんもう体当たりしたような感じですね。すごい小さい当たりっていうよりも、その当たった瞬間を逃すともう魚を触ってないと。普通ですと、まあ、バス食ったら、まあ、走るわけですが、まあ、ここの今の状況の場合ですと、もうそのジグにトンと当たって、まあ、そのまま行ってしまうと、そんな感じです。やはりこの重さを変えて、ジグの動くスピードを上げて正解でした。足の釣りではラバージグを落とすポイントを見極める目が必要である。同じように見える足でも、足が出ているところ、引っ込んでいるところがあったり、カバーとなる倒れた足やゴミが浮いているところ、また足の前にあるストラクチャーなどがポイントとなる。これから足の釣りをしたいと思います。ここの足は、ちょっと川筋なんで水深があまりありません。水深が、多分1メートルないと思います。それなんで、足のこの際だけを釣っていきます。際だけを釣るので、そんな、強いタックル必要ないので、まあ、オダで使った時と同じタックル、ラインが、フロロの12ポンド、ジグがガード付きのコブラタイプ、4分の1オンス、トレーラーが、バブルシュリンプですね。でこういう場所でまずメインになる餌が、ザリガニ類ですね。甲殻類っていうのかな。でそれをイメージして、ジグを落とすと、泳がすっていうことがポイントです。では釣りをしてみます。でここでも、それほど繊細なこうアクションは必要ないので、右巻きリールでパワー重視のタックルセットですね。ロッドアクションも、まあ、ポイントに投げて上下3回ぐらいですね、ピックアップして食わなかったら次のポイント。
水がこう増えてきて、まあ、この足の際に魚いない場合、まあ、出てるか中に入ってるかなんですけども、その中に入ってる場合、これはもうこの上からキャストして落とすしかないです、うん、とりあえず投げてみます。投げて、一旦かかったところでフリーにしてルアーを落としていきます。で、落ちたかどうかもうこれは確認しようがないんですけども、そこでアクションを加えて、で、当たりがあって食ったらなるべく糸を巻いて合わせると。ボトムパンピングですね。トン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 ってやる釣りと、まあ、1点をこうトンと落とすだけの縦の釣りと横の釣り、それとはちょっと違うんですが、今までは杭を1本を単発で狙ってきました。でもこのフォーリングでは、より広く探る、それが目的です。動きとしては、今までのはこうただトントントンとなってましたが、フォーリングではジグを持ち上げてその自然の力で落ちていく、スッと、この連続の動きですね。それなので、トレーラーも、シングルからダブル、ダブルに付け替えます。で、そのフォーリングのスピードの調整なんですが、水深とあとヘッドの重さ、それとトレーラーの大きさ、これで全て変わってきます。まあ、この場所は 1.5 メーターなんですが、8分の3オンスの、ゲーリーの4インチのダブルテールですね。これをまず僕は基本として、基本のスピードですね、これを基本のスピードに、その場の状況に応じて、速くしたり遅くしたり、まあ、速くする場合には、一番手っ取り早いのがヘッドの重さを変える2分の1オンスにするってことです。で、遅くする場合には、軽くするですね。そしたら、この杭を例に釣りをしてみたいと思います。単発で狙う場合には、まあ、手前から順々に打っていくんですが、この場合一番奥の方からキャストして奥から釣ってきます。ボトムについたのを確認したら持ち上げてこの状態で待ちます。この時もやっぱり、合わせを考えて、あまり 高い位置で構えない。この時バスのバイトはホーリングに集中する。これがフラットボトムではなくブレイク絡みになると、ブレイクでサスペンドしているバスに有効な手段となる。次にフォーリングからステップアップした、ワンステップアップした、テクニックです。で、フォーリング中に今度アクションをつけます。まあ、スイミングですね。今までは、まあ、ジグを持ち上げて落ちてくる間はジグ自体の動き、そこへロッドアクションによって動きを与えてあげる、これが、まあ、スイミングです。で、このスイミングにも 2通りですね。上げて落ちるときにそのアクションを加える方法と、持ち上げていくときにアクションを加えて落とす方法と2通りあります。スイミングには2種類あり、リフトしたラバージグをロッドアクションによりスイミングさせながらホールするパターンと、ホールしたラバージグをスイミングさせながらリフトするパターンがある。
まず最初にフォーリング中にアクションを加える方法をやってみたいと思います。考え方は同じですね。フォーリングと一緒で、杭の向こうに投げて上げた時にアクションを加える。落ちるまでですね。落ちたらまた巻いて持ち上げてアクションを加える。で次にこの逆のパターンですね、持ち上げていく時にアクションを加える。続きまして、さらにワンステップアップということは、フォーリングからいくと、ツーステップアップですね。フォーリング中にアクションを加えたスイミング、これをマスターしましたら、さらにそれを持続させるロングスイミング、ずっと泳がせるんですね。アクションをつけながら、ボトムを切って泳がせる。ジグの基本的な釣りっていうのはボトムを取るってことなんですけども、このボトムから離れて釣りをすると、そのボトムが取れない人がそれをやるとどこの層で泳いでるか、どんな動きをしてるかっていうのが、想像つきにくいです。ですから、この釣りは最終的な、ほとんどクランクベイトに近い釣りになります。でクランクベイトとどこが最大的に違うのかって言ったら、泳がす動きっていうのはクランクベイトと一緒ですけども、そこで手を休めると落ちる、当然のことなんですが、クランクベイトにはできない動き、それがこのラバージグで出せます。ロングスイミングの特徴はラバージグを一定の層でスイミングさせ、ここというポイントでラバージグをホールさせることができる点である。ラバージグがスイミングしているときは誘いのアクション、ホールした瞬間が食わせのアクションになる。またロングスイミングはウィードエッジ、ブレイクなどさまざまなポイントで使うことができる。ロングスイミングではキャストしてアクションをつけながらリールを巻くってことですね。前のフォーリング中にアクションを加える時にはリールの巻き取る作業はありませんでした。ロングスイミングではリールを常に巻くことによって、一定の層を保つ。このスピードが速ければどんどん上に浅くなって上がってくるってことです。逆にリールを巻くスピードが遅ければ、一定の層を割ってどんどん深く落ちていってしまいます。でこのリールを巻くスピード、これはそのルアーの重さと水深とそれによって様々に変えなければ一定の層を保つってことはできません。オダの釣りではオダの一本一本をゆっくりと超えるようにアクションさせ、オダの中を釣っていく。次にオダを狙ってみたいと思います。ここのオダは、4メーターの場所にあります。ちょっと冬ということで、深めのオダを選んでみました。でオダを釣る場合、よりオダをこう超える、一本一本超えるようなアクションを出すために、根がかりの少ない、ガード付きのコブラタイプで、動きがゆっくりだということで、トレーラーは、クローフィッシュ系、これは
TD の、バブルシュリンプ、これをつけてます。これもちょっとだけ尻尾の方を切って、ちょんがけです。オダを釣る場合、オダに魚をかけた場合、こう巻かれないために一気に取り込みたいということで、先ほどとは違うこの右巻きのリール、通常のリールですね、これを使います。ロッドもちょっとパワーのある、ミディアムヘビー、これはハートランド Z の631の、ミディアムヘビーです。でグリップも先ほどのよりも随分長くなってます。でリールも、ちょっと糸の巻ける容量のある、103というタイプです。ここまでつけたらボトムをズルズルっとボトムを感じるように、今枝の上ですね、枝の上越えて1つ越えます、ね、2つも越えて3つ目、あこれ深く落ちてきました。このように尾田の中に落ちるところを探すように釣ることがポイントである。スローのアクションで水深5メートル深場にある尾田を狙う。当たりました。やっぱりぶつかってる場合が多いですね。ガード付きなんでぶつかっただけじゃこうフッキングになかなか持ち込めないんで、今のはちょっとミスしちゃいました寒いから魚くんもあんまり元気がないです。今あの尾田の上をこうちょこちょこちょこっとちょっとずつですね、動かせて、あんまり激しく動かさないで止めてる状態ですね。それで食いました。普段でしたらこう激しく動かすんですけども、まあ、今低水温時なんで小田の枝をこう一個一個ゆっくり越えるぐらいですね。今の魚は、越えてちょっと止めてた時に食いました。本当に、まあ、魚の動きがちょっとじゃないですね、こう反応が良くないですから、魚に見せてそれで食わせるっていう感じです。風にボートを立て位置をキープし水深3メートルにある尾田を攻める。
ラバージグが尾田から離れた瞬間にヒット。一気にリールを巻き、バスを尾田から引き離す。今回の、ジグの制作過程と、私なりのラバージグの使い方、今回紹介した、ジグの使い方は、基本的なことですね。それで、その基本的なことから、またそれぞれ皆さんのこう独自なもの、私もその独自なものいろいろ使い方がありますので、さらに勉強して、いい使い方ができればいいと思います。